ほら、ほぼ。朝飯です。卵白7黄身1。準備完了。これからね、池袋行って、スカケンくんとまた YouTube 撮影してきます。いました、発見。でっか。やばい、遅刻です。やばい 大遅刻です。よっ、2 10秒経過。アンダーアーマーに萌えシャンってもう全然合わない組み合わせだけどもらいました、あのストーカーの方から。まあ4日後28歳の誕生日ということでいただきました。さすがですね、ありがとうございます。いやー、お腹いっぱい。今日ずっと外出てて忙しかったから眠いわ。マジめんどくせえ、こぼれた。塚健くんからマスクもらいました。彼がアンバサダーしてるマスクらしいですけど、すごい呼吸がしやすいです。ありがとうございます。よし、はい、トレーニング終了。ジャンピングいつでも君の瞳は。はい、ただいま。卵白7黄身1。はい、完成。はい、ごちそうさまでした。ということでお疲れ様でした。いやー、今日一日本当面白かったですね。ずっと外出てて忙しかったんですけど、本当に塚健くんもいい子だし、何よりあのストーカーの方がね、本当にキャラが強くて、もう本当ずっと爆笑してました。じゃあね、今日はこの辺でおやすみなさい。うっす、ほぼ。おはようございます。体重最近変わんねえな。オートミール 50g、 ブルーベリー 40g、 バナナ 100g ですね。卵白7黄身1。これが移動費500円で、これが1000円、これが700円だから、先月の移動費はまあ300万ぐらいか。お弁当を作りました、これからトレーニング行くんですけど、トレーニング終わった後に車内で食べます。
今日はですね、夜パクチー大原くんにね、会いに島根県行ってくるんで、今日は早めにトレーニング行ってきます。ささっと追い込んでね、準備する時間に当てようと思います。今日も暑いな、早く冬になってくれ、マジ本当。トレーニング楽しくて結局長居しちゃったよ。まあ、いっか。やばい、マジで時間がない。準備完了、遅刻、やばい。絶対忘れ物してんもん、なんか。いつもこれ。なんとかね、高速バスには間に合いそうだけど、ご飯食いたいな。さっきバタバタしてて食えなかったんだよな。ちょっとしれっとどっかで食いたいですね。あと30分ぐらいあるんで。Gate C7 from Gate C9. Moving. It is required by the law. Smoking is prohibited.お疲れ様でした。海老名サービスエリア到着いたしました。こちら最初の休憩をお手いたします。少々お待ちください。早速一箇所目の休憩場所ですね。あと15分ぐらいで出発するそうなんですけど、今日撮ったね動画をちょっとドライブにアップしたいから、セブンイレブンとかねえかなって探します。サービスエリアの飲食店も全部8時で閉まってるみたいだな。減量してなかったら食いたいな。さすが、すっげえでかトイレ、めっちゃゴージャスじゃん。ダメだ、 Wi-Fi あるらしいけど弱くて繋がらないか、もしくはよくわかんない設定があるからここじゃできねえ。とりあえず諦めて水買って戻ります。させていただきます。明かりが必要な方、読書灯をご利用ください。2カ所目の休憩場所、なんて読んだこれ、大須森町っつうの、ちょっとわかんないけど、とりあえず着きました。まあ、静岡県だねこれね。そろそろ眠くなってきましたね。ということで深夜1時過ぎなんですけど、今三重県鈴鹿市ですね、到着しました。鈴鹿サーキットっていうなんか レース場が有名なのかな。じゃあね、歯磨きセット持ってきたんで、多分これがね最後の休憩じゃないかなと思うんで、歯磨きとりあえずします。ということでお疲れ様でした。多分もう僕もうバス入ったら寝ます。明日はですね8時過ぎ9時前ぐらいに出雲大社着くのかな。そっから電車で1時間、そっからさらにバスで移動していく感じになると思うんですけど、果てしない道のりですね。バスの人たちみんな待ってるんで急ぎます。じゃあとりあえず今日はこんな感じで、じゃあおやすみなさい。バイ。